ですね、マスターする前にですね、なぎなたの性格を知っていただきたいと思います。なぎなたは皆さんがご存知ですがね、これがまあベーシックのなぎなたです。だからこのなぎなたの絵をご覧になると分かりますけどもね、これが僕というふうにですね、こちら側ですね、相手に当たるとこのダメージをですね与えられるようにね、できています。それで何方をですね、女性が、まあ現代でですね、持つように、使うように言われておりますが、これは関係ありません。男性女性あるいは老若男女ですね、全て、これが使われたものです。それでこの薙刀の歴史はですね、中国から渡来したということで、美仙刀ですか、それの影響が非常にあるというふうに言われています。これ非常に重いもんですね、先に重いもんです。そして、これで相手の甲冑を着ている上から叩き割ると、そういうふうに、できております。はい、それからですね、こういう長巻きですか、絵に刀のようなものがついているものもありますしですね、あるいはこういうふうに替え投げと言いまして、何でもいいよないよですが、これを投げながらですね、このようにできると、あるいはこれを持って殴っておいてですね、でこれで抜けます、それと同時に突き込むというようなこともしました。まあ宮本武蔵なんか最後北東に帰って戦ったという、面白いって言いますかね、有名な話があります。それから薙刀を使うときですね、これは長い武器のですね、総集編と思っていただきたいと思います。六尺棒の構え、あるいは六尺棒のテクニック、あるいは槍のテクニック、槍の構え、これ全部総集した後、薙刀ですね。そして、薙刀実ばかりじゃなくてですね、この棒、槍、薙刀、この三位一体になるという、まあ武道で最新の方というのもあるんですがね、三つの実ですね、三つの質をですね、巧みに、利用できるようにですね、この薙刀編でもってですね、長期の総集編としてですね、これを見ていただくと、あるいは学んでいただくというふうに、していただきたいと思います。
けない場合もありますね。こういう太刀と薙刀、他の武器ですね、あるいは弓もあります。そういう場合にですね、非常に一番、動きに安全な構え、動きをですね、自分でピーンと来てですね、構えなくちゃ、はい構えて、背が回す、ね、こっちつけられないでしょ、これですとね、わかりますね。それではまたこっちへつけてね、一人するとかするわけです。はい、よろしいでしょう。No!
ね、場所に応じてやらなくちゃいけない場合ありますね。はい、これでいきますね。はい、この相手が上が高くない場合、高くない場合、これ低い場合もありますね。そういう時は切ってきますね。すぐピタッと切っていくね。あるいはこのままでついていてもですね、このままピタッ、はい、こういう練習が必要です。ですからまあ形の場合はですね、このままやってますけどね。あるいは正眼でもそうですね。この正眼でもこんな正眼もあるわけです。この出した正眼もあるわけですね。たくさんあるわけ。これで飛び込んできますよ。これだと飛び込んでくるわけですね。スイヤー、こういうふうにですね、とってもディスタンスが大切ですね。その次に、今度は平一文字とか、あるいは中正眼とかたくさんありますがね、長瀬なんだ、この平一文字の場合ですね、これ相手が切ってきた場合、これ横に回すんですね、こうやって。で、ここに横に回すことも大事。はい、こうやって、ね、先に行かないで、ゆっくり、ゆっくりやっていても早いんですよね、こうやってね。こうやって回して、こう、ね、体を当てて、こう、ね、こういう、いろいろなデスタンスを覚えておいてくださいね。それから長瀬なんも、これで行く場合ですね、これをパッて引いて、パッて足で引いて切る、ね、足で切る場合、手だけじゃなくてですね、お腹線でパッパッと切る、ね、それで、横倒しに倒すというわけです。長巻きなんかになりますとね、弁慶がこういうふうに持って歩いていますね。それと同時に相手がですね、これはもう発想になってるわけですね。で、相手が切ってきます。もうこういくわけですね、この上にね。それで足でも飛ばすと、体をですね、こういうふうになるわけですね。水眼でも、平一文字でも全てそうですね。こういうふうにこうね。ですからこれもここに持ってくればこのまま持ってきれるということです。これが長巻きの切り方です。横一文字ですね。これ横一文字でしっかりと構えていると、相手が切ってきます。この足が問題ですね。この体でもってこう跳ね上げられるね、片手でもね、この体の振りが大事だっていうことね。こうやってね、言ってもね、体の振りが大事だってことね。こう、こういうふうにね、片手で初め練習するんです。振り子の練習をするわけです。こうね、わかりますね。こう持っててもね、こう持っててもこれでいかれるようにね、シュッとこういかれるような練習をするわけですね。これがとても大事です。これがね、すくい上げる。このすくい上げはですね、こういうすくい上げもあるし、あるいはチャーッと下がったすくい上げもあるわけですね。あるいはこのまま入れてチャーッとすくい上げる、立ってすくい上げる、跳ねてすくい上げる、やつもあるわけですね。それはなぜこう立って上上げるかって言いますとね、あの兜があるわけですよね。兜をすくい上げてね、取るわけですよね。だからその兜を取る時には、これでいた時にはこっちから行くわけですね。わかりますね。その中へこれが入ってくる。はい、今度は長巻きの場合ですね、これの場合に、使う場合ですね、この殻、ダメだ、危ないよ、片手でこれ離すんだから、こうね、ここで、わかりますか、ね、片手で長巻きの場合は飛ばすと、ひょろいでもなんでも、こうやりますね。この発想の構えから、あの相手のコテを切ると言いますとね、皆さんこっちで行きたがるのね、このこっちの手で行くもんだと思ってるのね。そうじゃないのね、こう行くの、こっちの手で行く。そうするとデスタンスが相手に狂うんですよ。
ね。わかりますね。こう。ね。これか。じゃないか、こういったら、行くとかですね。これをどっちかにやって、相手の小手のですね、ディスタンスを狂わせるということが大事ですね。ですから、もう一発、二発目の硬いやるやつがあるわけです。ね。一発目、まあ、例えばこうやったとする、今度はこういったとしたらこう行くとかですね、しまして、それでもって今度は横へ行きながら、こう行きながら、どう払ってるでしょ。どう払ってますね。その次はどう払っていくというふうに、あるいは足を払っていくというふうにしていって、また最後に払っていくと。これは全てこの手の内でですね、やりくりとまた違った意味でのね、やりくりみたいな、なぎくりっていうんですか、してみるわけです。出し方が大事、この目線が大事でしょ、ね、
1、2、3の3つの目をここで作ることですね。こういうね、わかりますか。はい、こう、それが、この3つの目を作ることを心がけてください。長巻きはね、つかの長いね刀と思っても結構ですからね。はい、で千賀に構えてます。相手が切ってきますね。さっきこっちは同じですね。でこっちを出すのね、こっちから出すんです。いいですかね。ちょっとこっち切ってきても交わせます。あれで、これでこういうふうに切ってね、わかるね、ピピン。これ中手なんで構えましてね、ちょっと変わってるのはね、常識的に切らないってことで、相手が切ってきますね。ゆっくりやりますから見ててください。はい、切ってくる。こっちに持ってくるんです。こっちの手で切るんですね。それでその次に今度こっち来た時にはこれを行くようでこう切るんです。わかりますかね。ちょっと常識的じゃないんですね。こっちから、こっちに切るんですか。ね、こっちの手で切る。ね、はい、そうしたと思ったら、今度はこれを、足を引きながら、これで持って切り上げる。ね、要するに、手先で切るんじゃなくて、足の動きで、あるいは手を逆の方向に押して切るというね、手元原理を応用した切り方なんで、ちょっと戸惑うと思うんですがね。こうしたら、こう切ってくる。ね、そうしよう。こう切ってくる。こういう、全然、手だけじゃね、足とかですね、手を引くんじゃなくて、押して切る。手を押してですね、こういったのをここで切るとかね、ちょっと変わってますね。こう切るとかですね、するわけです。相手が切り込んできます。そうするとこう、こう行きながらこう切る。わかりますね。全然違いますね、今までの常識とね。でその次またここで長手なんで構えてもいいです。で相手を切ろうと思ったらこう行って今度こっちの足を切ります。これは体につけてね、なるべく体力を使わないようにですね、自分の体を支点とすることをこれで覚えてください。こう言いますね。相手が切ってきますね。これだけですね。これをよく覚えてください。はい、これも繰り投げが大事ですね。相手が切ってきますね。体で無頓着の状態でいくわけですね。こういうふうにね、はい、次は切ってきますね。このまま手を取れていくわけですね。それでこう、ね、ここで持って長い入ったりデッサンスを取りながら切っていくす。もう一回やってみましょうね。はい、来た。こうか優しければね。はい、次来た。おっと、長くね、これでやってもいいです。はい、キャッと踏みながらやってみますね。こういうふうに足を使って、あるいはこの長さをうまくコントロールして、相手と戦うわけですね。それで投げていくと相手をですね、これが前後投げの特徴です。この場合ですね、さっきも言ったようにこれが重いんです、ね、ですからこっちの手はあんまり使わなくたっていいんですよね。こう持っていてもね、相手が切ってきますね。これでもう落とせばこれでスポンと入っちゃうんですね。はい、その次に切ってきたらこの人伸ばせばこのまま落とせばいっちゃうわけですね。わかりますね。それまたこう来てバッて落とせばいっちゃうということですね。これはこの前の重さをうまく利用してですね、体との振りでもって相手に攻撃していって前後投げをしていくわけですね。Thank you.
のね、呼吸が大事なのね。来てもいい。パッとこう出すね。こんな感じね。相手がカウンターで入ってくるからね。パッ、これが大事です。あとはこう、体こう落とします。キャッ、裾払いしてこう。だからこれは出すときに無頓着の呼吸でね、これパッとこう出すつもりでね。はい、それでこれで持って押して、これで持って足を、これを何回も繰り返すわけですね。来たらね、またこう戻ってきてね、こっち使ってないからね、はい、これの繰り返しです、ね、ですから相手を使おうと思わないね、はい、いつ来てきてもいい、あ、ちょっと遅いなと、こういう感じですね。わかりますね。これとても重いですからね、何も身の方使わなくたっていいんですよね。でこれはこっちでもいいし、どっちでもいいです。え、切ってきます。こう、わかりますね。こういう風にここついてもいいわけね。でこう上げていて、でこっち、わかりますか、ね、こういうところを巧みに利用するわけですね。もう一度こうか、はい、何でもいい、こう無糖と同じですね。でこれでもってこう上げればね、それでもってこれでいいと、切ってくるんですね。これはね、飛び切りなんですよね。だから腕力を入れてね、切ろうと思わないことですね。腕力を入れてね、やっとこれでストップしちゃうんです、ね、ですからこれを飛ばすつもりでね、空中戦なんですからね、打つんじゃなくちゃダメね。パッ、わかる、引くだろ、ね、こういうふうにね、手で切ったんじゃね、あんまり力が相手に加わらないんですよね。ですから相手さんとったらパッ離すようになってるんですね。大丈夫か、でそれでまたこっちを持ってきてね、でまたこれ来たとったらパッと離すようになってるんでね、こちらの手をですね、優しく言ってね、離すようなつもりで言えばこれ当たってもね、すぐに行かないだろう、次にね、そういうふうにやってみてこれやるとね、危ねえだろ、ドーンと入っちゃうでしょ、ね、これは本当にできないわね、こういうふうに持って、これでこう切るんじゃない、こうね、これをパーッと離してね、切っていくと、こっちも飛べるんです、ね、切ろうと思うと自分が飛べませんから、ね、これを離すと、相手に当てるつもりで切るんじゃなくてね、それで飛んでいってください。そうするとその次の変化も自由にできます。これを空間に持っていけるように、そして、これを使うと非常に、有効な力を発揮してくれる武器です。まず重いですからね、大きく足で持っていくですね、あるいはこう持っていく、体のひねりでですね、すべて胴に切っていく、で次に行くのもこう持ってきて、こう切って、もうまた体でも大きく持ってきて、肩上げを落とすと、何かドタドタしているようですけどね、重いものはこんな風にして、使ったものです。ドタドタしているようですが、非常にバランスをよく取りましてね、自分の肉体のパワーをですね、あまり出さないで、これをですね、空間に持ってって非常に、強力なパワーを発揮させるような動きをするわけです。Yeah!
切り下げる技です。力も何もいりません。このままですね、やはり肘に持って、これですね、これで持って、投げなたでもやりましたがですね、それ以上にこのビセントの場合は必要ですね。あるいはここへ持ってくるとかですね。それで、あとこれをこう自由に変えるということが、刃先を相手に向けるのはですね、これを中心としてこういうふうに変えていくことが大事です。ちょっとやってみます。構えは何でもいいです。これでも正眼でも中正眼でも平等でも何でもいいです。それでまず相手のですね、肩を切り下げる。ね、これでもって押しながら切り下げる。ね、それまたこれで持ってきながら、ここへ持ってきながらですね、下を持つんです。それでこれ持って落とすと、ワンレルじゃないんですね。これ上からやりますからね、相手を受けられません。危険ですからね、後ろに下がってくださいね。ですからこれは構えが、さっき言ったようにどうでもいいです。これで上げていきながらですね、これで相手の肩に逃げます。あとまたこう持っていきます。あとはまたこうで落としていきます。こんな風に持っていくわけですね、相手にですね。肩を持ってって、これを落とす。これで落とすんじゃなくてですね、この重さを利用するということです。ですからこちらもこういうふうにですね、掴んでおりますので、これ持って落とすんでもね、これでいいわけですね。極端に言いますとね。はい、もう一回いきましょう。はい、パッ、はい、こういうふうにしてパッ、これは竹を斜めにこう切るようなね、動作をするわけです。テクニックっていうのですね。こういきますね。落とします。これで上げる。こう上げるんです。それでまたこう落とすんですね。でまたこれでこう押すようにして上げる。それでまたこれを手でパッ、疲れませんね、僕はね。でまたこっちを押すわけ。でこれで落とす。こう、こう、ね。こういうふうにやって上げてって、これで掴んでまた空間に置いておいて切っていくわけです。こう体がいくわけです。こう、これは体を斜めにこう切っていくようなね、斜めに切るというと斜めに落としていくということですね。だからね、こう行って、これどうですか、こう落とす、ね、これ避けきれません、危ないですからね。じゃあ形だけちょっとやりましょうね。避けなくたっていいよ。はい、こう、こういくわけですね。こうね、こう、武道はですね、筆舌に美しい形と映像にもなりにくいし、表現の仕方がとても難しいんです。今度やりますものはですね、さっきの竹を斜めに切るという動作と似ているんですがですね、それを波のように、持っていくということですね。要するに何を見ても自分で波はできてるんじゃないんです。何かに押されてね、その波というのは起きるんでしょう。それと同じなんです、ね、この技も、何かにこう押されて何ができるような、フィーリングですか。同じような竹を斜めに切る技と同じですけども、そういうところがちょっとニュアンスが違うんだと。波のようにね、こうスッとこう波のようにこうやって腕で心で、そして、相手に、攻撃していくというのが特徴です。波のように言っていましたね。こうやってね、例えば波のように言ってますね。だけどもこの波というやつはね、こう静かに行くとあれはあれだって言ったら行く場合もあるわけですね。この行きながらこの波が怒涛ように行く場合もあると、そういうその雰囲気を捕まえてですね、同じ技ですけどもアタックしていく、
ですからフィーリングでね、皆さんにね解説しなくちゃいけないということですね。はい、静かな波で一気にですね、途端にここにバーッと落ちてくる。また自然にこうゆっくりね、これが波場という戦闘の技です。次はバットという字です。これはですね、このままでもいいんですよ。こう落としてこれ切ってもいい、あるいはこれ落ちてもいいよですね。それで相手を攻撃していくわけですね。こういうふうにやっていくわけですね。これが抜刀という技です。その時ですね、この落とす場合ですね、相手に切る場合、あくまでもこれは視点としてこれを落とすようにね、こっちの引きでもって落とすようにすることです。重いものなんですね。そうすると、自分の体の重心は保てます。重いものを持った時ですね、自分の体の重心を相手にぶつけるというテクニックも覚えてください。相手が切ってきますね、はい、いいですよ。そうするとこれで落とす場合もあります。片手でね、それでこう肩で落とす、肩で、近くの場合はね、はい、こっち行きましょう。はい、引きましたら、ポンと落とす。はい、そのこれで落とす、落ちます。こうやってね、これが一つのやり方ですね。はい、それからパーン、はい、こっち来て、はい、逃げないでこれを押さえさせてください。バーン、足を押さえさせてね、これ押さえさせますね。これいっぱいついて200も落ちるんです。で、これでいくと倒れます。で、これ落としたい、わかりますね。こういう風にね、はい、前に向けていこうか。今のやってみようね。パーで、これ落とす、ね、それでこれ落とす、いきますからね。はい、それからこれをいくときね、落とすんですね。これで足のところで落とすわけね。ここ落とすと危ないですからね、こうやって落ちますとね。で、来てきます。ね、これをこうかけるわけです。それでこれ倒れた時に回って、このクリーンアップのところでこう入るわけですね。犠牲という技ですね。読んで字のごとくですね、これは犠牲なんです。要するに中段に構えましてですね、これ相手の面上に釣り上げるようにね、こう振り、三振の方のように持っていくわけですね。で、跳ね上がる。で、その時体でもって相手の固定を跳ね上げるんですね。視点を絶えず大切にしていないといけません。それで進まれればそのままパッといけばいいんです。自然にこういうふうに重いものをですね、軽やかに動かす骨法ですね、コツを覚えていただく技です。もう一度やってみます。中段に構えます。これを何気なくふわっとこう出すようにします。跳ね上げました、いいと体ができます。はい、それを持ってるね、全て視点でしょ。僕持ってません。持ってるようなふりするかも。コテはね、これで持って、コテはこう、わかりますね、体で行くわけですね。そしたら、これ持って、足を、はい、こっち来て、いいですか、中段で行きます。こう行きます。犠牲ですね。いやーいやー、そういうことですね。あーね、こうやってます。体でもやってくるね、ボン。振動という、動きです。これ普通に構えてますけども、この三振の振りがとっても大事なんですね。それから足を使うことですね。手で切らないですね。これでヒュッとこう上げますね。これを返すときにね、この足で切るんです。わかりますね。僕は掴んでませんね。これ掴んでるとね、返りはいきません。ヒュッ、これでいいです。
こちらも行ってみましょうか。こう行きますね。体のこの振り払いでそうなってきますとね、シャッパーこういう感じ。よっはー今スラッコイン分かりますね。足でね、どっちの足でも行ってるわけですね。こういう勢い、このままフォンと突き出してもいいんですよ。ピュッ腹割れはスラッコイン分かりますね。はい、次こっち行こう。もう一回やりましょう。はい、よっ、いやーっ、これでいいです。横向き文字に構えます。これはどっちでもあります。自分で好きな方でよろしいです。まあこちらでやってみましょうね。相手が切り込んできますね。そしたらこう、こちらでこう上げるんですね。体につけてきましてね、で落とすだけです。これを単純にですね、相手が切ってきたらこう、あとはこれで落とせばいいんです、ね、落とすというよりも両方でもってこう両方で落とすんですよ、ね、これ落とします。前は落としてるかもしれないけども、こちらは突き落とすという手があるわけですね。両方一緒にこれ持っていくと上が正当ですね。あれ牛のようにね、これをやるということですね。こうきますね。足をなるべく引き張ってあげる、ね、あとは全体の体ももちろん入ります。それも大体取ったらパーンと落とすわけですね。そうするとつま元が割れる、何でも参るわけですね。相手が切り込んできますね、はい、足を引きながらこう、腰をつかなくちゃ立ちませんからね。わかりますね。それでもってこれでこれですね。はい、今度逆一個。体全体を使うことですね、これができないとダメですね。こう、わかりますか。このまま落としたっていくでしょ、このまま取れるでしょ。で、これでいくわけですね。はい、もう一度向こうからやってみましょう。これは発想から構えてますね。二拳という技です。ちょっとこれは動物的な知味能量の技ですからね、これはこれ肩を落とします。まあキツネがちょっと戯れるっていうか媚びを売るような形になるわけですね。これがやばいんです。その先ですね、これを振るんですね。こう振るんです。振ると一緒に飛べる。この思うのと一緒に自分の体を飛ばすんですね。でまたここへ来ましてね、またキュッと体を落として、これまた飛んで、これは二拳の形というよりですね、中身っていうかね、それから出ている空間なもんでしょうね。まあ自然なものと言ってもいいでしょう。まあこういう、まあ、生活の中にある、生きていく中にあるですね、まあ、生命力をですね、引き出すことがね、武道家はとっても大事なんです、ね。ですから僕がいくら年を取ってもですね、私の師匠の高松先生もいくら年取ってもですね、技が若い人より若いというのは、そういう大自然のですね、生命力のある習慣、あるいはポイントをですね、巧みにですね、得得しているからです。これは覚えてるんじゃないんですね。これは武風一貫、武道家の心がある人のみですね、そういう力をね、神から授けられるんだと思っても良いでしょう。じゃあワンパターン行きましょう。はい、来てよし。こうパッと逃げるわけですよね。ね、ここで当たってもいいんです。パッと持った瞬間にそれぞれ体でいい。こういうふうにね、力は全然入れてないんですね。はい、ヒュッパー、これで飛ばしてるわけです。はい、こっち、こう来ても、はい、これ落とすところがね、問題ね。
落とすところ早く来たらいいよ、こう、こうっちゃった。だからこれがね、これですね、僕が落としたときこれ叩いていいよ、はい、こう、そうするとこれで入っちゃう、はい、がね、相手の力で入るんですね。だからここへ来たときに、ここから落としたときに、はい、落とすとこのまま下からこう入ってね、自然の力をですね、このようにね、うまく使うことですから、これはやっぱり微戦闘がですね、やはり長期ので、やっぱり一番基本になるんじゃないかと。